ガードの打ってこいと。僕の今の夢はボクシングでも世界チャンピオンになることです。勝ち方は明日の自分が決めることなので、はい、楽しみにしていてください。ボクシングやっぱり決まった。一撃。自分が思ってた以上に早い段階でもうチャンスが来たなっていう感じですね、はい。まあ、本当にこんな早い段階でチャンスくれたことも大橋会長には感謝してますし、まあ、5戦目でこう大きいチャンスをこういただいたので、まあ、このチャンスは絶対掴まなきゃいけないし、まあ、責任持って勝たないといけないなっていう気持ちです。まあ、10歳の時からもう住まわせてもらって、もう20、おはじめ入る前なんで24、5までずっと生活させてもらってたんで、まあ、本当、まあ、ジムの会長でトレーナーであり、まあまあ、父親みたいなもんです、はい。今でもパワーオブドリームですか？そうですね、今でも変わらず、はい、週2回ぐらいはパワーオブドリームで、はい、練習させてます、ね、それはちなみになぜ、まあでも古川会長にとの約束でもあって、最初のオアジムでボクシングやる代わりに朝練もちゃんと来いみたいな、完全に野放しにしてするように、多分自分で見とかないと不安な人なので、トレーニングとかね、はい、目の届くところに置いときたかったね。あとやっぱ自分もやっぱこっちに来ることで気も引き締まるし、やっぱ、K-1 時代のトレーニングとかのやっぱ辛かったこととかやっぱしっかり思い出せるので、ここが自分の中大事なところなので。当時のことってなんか覚えてますか？当時のことはもう覚えてますね、かなり、はい、口も聞かないし目も合わせないような感じだったから、初めはね、ずっとでも一緒にいただけだから、特別なことは何もしてないんですけどね、はあ、うるさかったかな厳しくはしてないかもしれないですけどね、はあ、多分古川会長、多分まだまだ満足というか、なんていうんですかね、あんまり胸張って言えるような感じじゃないんで、はい、多分当たり前だと思ってると思うんで、古川会長は。立ってもなかなか褒めない会長にちょっとお話を伺いたいんですけど、はい、今までの試合って、あれ見つけることは点数だった？点数ですか、あんま大したことなく見てて、4試合で40点ぐらいじゃないですか。まだ半分も。多分世の中の人もそう思ってると思いますきっと。小原の4000は、あ、でもちょうどいいんじゃないですかね。まあ、で大橋会長も、ね、やっぱ認めてくれてるし、八重樫君も、ね、認めてくれてるし、うん、本人も多分、まあ、気持ち的にも、まあ、体的にもいいんじゃないですかね。あ、一回りちょっと大人っぽくなって、体も考え方もいい時だと思いますよ。こんにちは、足立から来たパワーオブドリームの武井です。先日発表した通り、今日で、K-1 を卒業させていただくことになりました。 K-1 時代も K-1 こだわってきたし、まあ、応援してくれる人ってずっともう K-1 時代から見てくれる人たちが多いので、まあ、ボクシングでも僕はもう3分3ラウンドで戦うぐらいの気持ちで、僕は変わらず K-1 を背負ってると思ってるし、 K-1 からのファンの人たちも思いとかいろんなものを背負って、その分力に変えるし、もうボクシング業界でも立ち技最強が K-1 だっていうのを証明するのが K-1 への僕のからの恩返しなので、
キックでチャンピオンになったんで、ボクシングでもチャンピオンになれたらすごい歴史に残るような選手になれると思うので。K-1 最高。 K-1 とボクシングのダブルタイトル、誰も成し得なかったことを武井がやってくれたら、まあ、先輩として嬉しいなと思って。ボクシングチャンピオンになると、やっぱこんなところでは負けてる場合じゃないので、バチッと倒したいと。まだまだポテンシャルは、ね、すごくあるので、それをなんかボクシング的に引き出す作業がこれから必要なんで、それをやっていけたら、もしかしたらなんか、ね、チャンピオンになれるかなと。彼の良さを消さないようにやりたいなと思ってるんで、まだまだこれから。で終わらせて、赤いグローブの武井良樹、なんと顎を捉えました。縮んだ、ね、えボクシングやっぱり決まった。一撃 KO、 衝撃的きた、早くも終わらせた、まさに、まあ、順調という言葉がもしかしたらぴったりなのかもしれないし、まあ、ボクシングのタイトル初挑戦なんで、そういう意味ではなんかプレッシャーはあると思うんですけど、まあ、今まで通りこう伸び伸びとやってくれると信じてます。もう本当にここまで順調に来れたのは八重樫さんのおかげだし、まあ、でもまだ八重樫さんにとっても多分ここはまだ通過点だと思っていると思うので、そうですね、八重樫さんのためにも、まあ、裏切らないためにここはしっかり勝って次に行かないといけないなと思います。Ayun, simula nung nakilala ko yung boxing, parang yung boxing na naging yun na yung naging buhay ko, at nasakripisyo na nga yung kumbaga yung tema ng laban na to. Kumbaga parehas kami na may gustong patunayan eh. Ganoon naman ang mga boxingero, may gustong patunayan, at lalo na siya kasi kumbaga meron na siya napatunayan sa kickboxing. Isa siyang kickboxing world champion, at ngayon nag-switch siya sa boxing at gusto niyang patunayan na kaya niya rin yung champion dito. At para sa akin, lalo akong na-motivate na ganyan, kumbaga gusto ko na may ano niya sa sarili niya na pagkatapos ng laban na to na hindi ganun. Kung sa isang boxingero na mga basic boxer ganun, parang may awkward yung galawan niya eh. Kumbaga special yung galawan niya, kumbaga unexpected yung mga suntok na binibitawan niya ganun. At mahusay. Impressive. Ano niya, kumbaga right hook ganyan. Minsan galing pa sa tumatalon siya ganun, at yun talaga yung tumatapos ng kalaban niya. At pero magiging aware ako sa lahat ng suntok ng bibitawan niya.本当に体も強いし、こうパンチを避けるスキルとか パンチ力もそうだし、まず本当に強い選手だなって感じます。今まで4戦やってきた中でも一気にレベルが上がったって思ってますね、はい。まあ、やることはもちろんその得意なパンチを当てることですし、長いラウンドを想定してそのいきなり顔面で倒すのではなくて、こう、まあ、ボディを効かせていって動けなくしてから顔面へ返していければ、まあ、確実にこう仕留められるかなとは思っています。今まで一番強いし、
どういう試合になるのか逆に楽しみですよね。長くなるのもいいし、もう子供の頃からね、やっぱりちょっとその辺は厳しく10ラウンドのスパーリングとかもう散々ジュニアの時からやってるんで、今更そこにスタミナがないとか気持ちが弱いとかっていうのはもう一切ないと思うんで、本当にだからこっからじゃないですかね、相手が強くなっていって、あすごいねっていう、もう言ってみたいですけどね、そこで勝ってああすごいねっていう初めて褒める時が来るのかな、どうなんだろう。今んとこ負ける姿想像つかないかなって感じなんで、しっかり取ってくれると思います。そういうものは持ってると思ってるんで自分らは、はい、まあ必然かなと、はい、次はもうなんか右フック封印するとかも言ってらんないんで、まあ、もうなんか自分が出せるものを全部出してなんすかね、まあ、ここでパワーオブドリームやってきたこととか K1 でやってきたとかこととか八重樫さんのところやってることとか、そういうなんか今までやってきたこと全部引き出し全部出して、はい、挑もうと思います。とにかく勝つっていうだけですね。タペ、papangako ko sa'yo na gagawin ko ang lahat para manalo sa laban na to at patunayan na isa akong champion, totoong champion sa larangan ng boxing. 本当に今回の相手は本当めちゃめちゃ強いので、なんかみんなが応援してくれて俺に力をくれたらなって思うので、ぜひ皆さんで俺に力を送ってください。お願いします。今回はバチッとバチッと勝ちます。おっす。